先生、手術をすることになりまして、盲腸は早く手術した方がいいって言いますもん。はい。で今回執刀医を3人から選んでいただきます。え、選ぶ？はい。今回スケジュール空いてたのが3名いまして、その中から選んでいただきます。先生じゃないんですか？はい、僕は違います。え、僕先生がやってくれんのやと思ってた。ちょっと一人ずつお呼びしていいですか？あ、僕が選ぶんですか？はい、手術する先生を。そうです。あ、分かりました、分かりました。じゃあお呼びしますね。はい、はい、お待ちください。はい。選ぶって珍しいな。盲腸直したいわ。もう失礼します。あ、しっとりです。お願いします。嘘でしょ？お願いします。お医者さんですか？あ、そうです、しっとりです。はい、今回なんか3人スケジュールがですね。はい、しっとりです。はい、しっとりは尊い、尊いしっとり。はい、おとといからしっとり、いや嘘10年前からしっとり、尊いしっとり。いやーちょっと、え、10年前って？あ、10年やってます。10年やってあるんですか？はい。じゃあ手術経験は？ああ、もちろんあります。盲腸なんかもう何回も？あ、盲腸は、はい、やってございますね。やった。もうちょい、もうちょい、もうちょっと、盲腸もうちょっとやりたかったな、なんて言ってます。はい、しっとり、しっとり。麻酔は全部テキーラできますよ。いやー、なんか冗談やとしても、ちょっとしたジョークを言ってみる。はいはい、俺のジョークを黒板にメモれ、チョークでジョークを。おうおう。いややなー。病院、白衣とか着なくていいんですか？着なくていい。なんで？ちょっと嫌か。あ、わかりました、すみません、ありがとうございます。あ、でも本当に楽しい手術になったらなと思ってるんで、ぜひ楽しいので僕麻酔して選んでいただけたらなと思ってます。ヒップホップかけながら手術するんで。いやー、盲腸やとはいえこの人に手術でいい。わ、わかりました、ありがとうございます。テキーラも全部俺の口からいけ、ピャッてやるんで。もうわかりました、なんとなく本当楽しい手術にしたいと思ってるんで。いや、もういい、はい、揺れ動かないでください。はい、清き一票よろしくお願いします。清き一票。はい、楽しい手術にしたいと思ってます。ありがとうございます、大丈夫です。すごい個性的。あれはないやろ。失礼します。はい、どうでした？いや、誰でもいいってわけじゃないです、先生。まともな先生を紹介してもらわないと、はい、僕不安で無理です。はい、先生。はい、じゃあちょっと2人目お呼びします。お願いします。はい。え？何これ？やばすぎる。これやばすぎる。え、何これ？口の中光ってる。何これ？口の中光ってる。どこが光ってるのこれ？何これ？キモ。え、お医者さんですか？はい。え？手術の経験は？気持ち悪い。何これ？パンツからネクタイ出てる。やばすぎるやん。気持ち悪い体とか。え、何年目ですか？24年だよ。20年？今まで手術とかで失敗したことは？え、気持ち悪い動きも。ないね。歯の裏が光ってんのこれ。喉の奥どっち？気持ち悪い。気持ち悪くない部分がない。きっしょ。ちょっと待って、怖い。お医者さん仲間とかいないでしょ？はい。一度も失敗したことないですか？一度も失敗したことない？はい。いや、そうやとはいえ、これこんな人に命をつけなあかん。気持ち悪い、マジで。なれへん、じっと見てても。どんな人でもしばらく見てたらなれるけど、これキモすぎる。
あ、もう大丈夫です、僕。わかりましたね、大丈夫です。きっしょ。なにこれ。先生。はい。いや、先生。はい。いや、おかしいって、この病院。なんですか？いや、あんな先生いるんですか、この病院。はい。いや、おかしいわ、そんな。じゃあ、ちょっと3人目。はい。お呼びしますんで。はい。はい、少々お待ちください。頼む、まともでやってくれ。大外れ2人来てるから、今んとこ。失礼いたします。うわー、当たり来た。よろしくお願いします。あ、お願いします。どうもお願いしたいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。いやいや、やっとまともな人来た、はい。僕もここ人生で初めての手術、頑張らさせていただきます。よろしくお願いします。光栄です。え、はい。実績とかないんですか？あ、ゼロです。ゼロ？はい。研修医？お医者さんちゃんとした？はい。研修終わってます？そこは一応グレーゾーンと言いますか。なんで？いや、グレーゾーン。いや、教えてくださいよ。研修医、まあ、はい、医者です。研修終わってますじゃんと。もちろん終わってます。なんでグレーゾーンって言ったの？え、手術経験なしですか？はい。そっか。いや、でも、あの、簡単な手術でしょ？そんな緊張しないですよね？はい。緊張してるやん、もう、なんか。あの、医学生時代の成績とかどうだったんですか？平均よりちょっと下ぐらいでした。うわあ、でも、皆勤賞をいただきました。いやいや、余計やん。きっちり通って平均以下やん。昼休みの食堂が楽しみで楽しみで。うわ、どうしよう。え、どうですか、あの、この病院の先生とかから慕われてます？ああ、嫌われてるなと感じます。なんで？え、嫌われてるんですか？はい、あんまりこう、なんていうか雑もしない割にやっぱりめちゃめちゃ飯を食うので、はい、逆の立場だったら嫌だなと思います。その飯めちゃめちゃ食うと知れてるでしょ、はい、体もそんな大きくないし。はい。うどんとかやったら何杯食べます、1回の食事？あ、うどんとかやったら普通のうどんですね。でもそう、カツ丼は大盛りでつけます。それぐらいのこうちょうど尺に触るぐらいの、はい、多さといいますか。はい、自分でも自覚はしてるんですけども、そのあんま働いてないくせにめっちゃ食うやんけみたいな。そのやっぱりこうフードファイターぐらい食べれたらなんかこのネタになるんでしょうけど、相手側が、うん、いかんせんそのやっぱりうどんとカツ丼大盛りだとちょうど腹立つんかなって自分でも思ってます。はい。うわ、これめっちゃむずい。あ、分かりました、分かりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ちょっと考えますわ。よろしくお願いします。え、ちなみに何歳ですか？23です。うわ、分かりました、課長考えますわ。はい、ありがとうございます。ちょっとお食事してきますんで。あの、めっちゃ腹減ってる。はい、何食べるんですか今？一応またカツ丼大盛りとあの小鉢を5個ぐらいつけようかなと。腹立つわ。小鉢5個もつけよう。失礼します。はい。あいつ、あー、失礼します。はい、どうでしたか？うわ、あの3人でしょ？はい。うわ、はい、決めました。はい、あの2番目のあの歯光ってる先生にします。ああ、ハビカリさん。え、ハビカリさん。ハビカリさんって言うんですか？はい、ハビカリさんです。名前？はい。あだ名でしょそれ？いや、本名です。気持ち悪い。名前はびかり。はい。だから歯光ってるんですか？だと思います。だと思います。はびかりさんでよろしいですか？あの、実績とかが大事かなと思って、なんか人となりよりも、はい、やっぱり命預けられた実績の方が僕はいいかな。あ、でもう全身麻酔なんで、はい、あの気持ち悪い感じとかももう関係ないから2番目の人かな。はい、わかります。じゃあはびかりさん。はい。はい。わかりました。え、先生無理なんですか？
僕はちょっと無理です。先生もちょっとなんかちょっとだけ言えない。2番目の人で、はい、はい、わかりました。じゃあ、アミカさん、はい、はい、失礼します。これでよかったかな。ああ、麻酔が効いて意識が遠のいていく。はい、じゃあ手術しますね。ほんまにこれでよかったんか俺。キモ。おやはやは。手術は見事成功しました。手術痕すら残りませんでした。またお願いしたいです。